ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。お願いします。ワールドラバーマーケットのぐっちです。本日のゲストは卓球ラウンジピンポンの小菅コーチです。小菅コーチは全国オープンの東京選手権で11回出場するという非常に素晴らしいプレーヤーです。両面おもちソフトを貼った衝撃のスタイルです。小菅コーチは東京の八王子にある卓球場卓球ラウンジピンポンでレッスンをしています。レッスンの詳細は概要欄に載せてあります。また卓球ラウンジピンポンという YouTube も運営しています。小菅コーチのチャンネルに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。本日の動画のテーマは小菅コーチの得意な戦術、相手が超嫌がる両面おもちソフトの3つの効果的な戦術を解説していただきます。これはシェイクの両面おもちソフトのテクニック動画になります。両面おもちソフトの戦術の情報はとても貴重です。小菅コーチはこの3つの戦術を使いラリーで点数を取ってきました。私が小菅コーチの戦術を受けた感じでは多くの攻撃マンがとても嫌がる感じだと思いました。この戦術はドライブマンキラーと呼ぶにふさわしい戦術です。今回は分かりやすく小菅コーチが解説してくれました。両面おもちソフトを使って相手を嫌がらせたい方や両面おもちソフトの戦術のバリエーションが少なくて悩んでいる方やおもちソフトの戦い方を知りたい方はこの動画は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では小菅コーチのレッスンを見ていきましょう。こんにちは、小菅清彦と申します。八王子にある卓球ラウンジピンポンという卓球場で専属のコーチをさせていただいております。合わせまして YouTube チャンネルもやっておりますのでぜひご覧いただければなと思っております。よろしくお願いいたします。で、今日は私表表っていうところで公式の卓球やらせていただいてるんですけども、まあ、その中の僕がよく使う有効的な3つの戦術を皆さんにご説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1つ目の戦術なんですけれども、それはやっぱり表といえば、まあ、スマッシュっていう皆さんイメージを持たれると思うんですけれども、そのスマッシュにつなぐための一つの、まあ、準備といいますか、その戦術でやらせていただいてます。それは、つっつきをうまく使った戦術なんですけれども、表のつっつき、まあ、普通に考えれば切れないっていうイメージを持たれるかもしれないんですけど、しっかりガツンって早い打点でつっつくと相手もびっくりしてつっつきで返してくれるっていう場面があるんで、それを見逃さずにその後回り込んでスマッシュにつなげるっていう、そういう一つの戦術で やりますんで説明させていただきます。よろしくお願いします。Thank you.
はい、じゃあ2つ目の戦術です。やっぱりシェイクの表なんでバックを使って相手を振り回すという展開が多いんですけども、その際に相手を振り回して台から離れさせて、でやっとこさっとこ相手がつないできたのを、まあ、ドロップショットみたいな感じ、飛ばさないボールを送って相手を前に寄せてから、その後またスマッシュやバックハンドで叩き込むという戦術を説明させていただきます、それでは3つ目の戦術です、私表表やらせていただいているんですけれども、実は片方が変化表、いわゆるアタック8を使わせていただいております。で、それがバック側固定とかじゃなくて場面に応じて反転しながらプレーをしています。で、その反転するとやっぱり普通の表とアタック8ではやっぱりつっつくの変化量が結構変わってくるんですね。で、それで相手をまあ、目くらましじゃないですけれども、ちょっと戸惑わせて浮いたツッツキをスマッシュなり、またバックハンドなりで狙っていく、うん、その展開をちょっと説明できればいいかなと思っております。よろしくお願いします。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。